当チャンネルへようこそ。ナビゲーターのドロップです。さて、今回のお話は、カナダ、ブリティッシュコロンビア州、オカナガン渓谷にあるオカナガン湖。この長く広がる湖は、南北およそ 135km、東西およそ 5km で、南からコロンビア川からの支流のオカナガン川が流れ出している。平均水深76メートル、最大水深232メートルの淡水湖である。このオカナガン湖には、オモポゴと呼ばれる水生の未確認生物が、たびたび目撃されているのだという。この生物は、以前ご紹介した、カナダの未確認生物、キャディと同じく、その存在が非常に高いと言われている。今回は、そのオカナガン湖の海生物、オモポゴについてご紹介しよう。オモポゴの身体的特徴としては、体長はおよそ5メートルから15メートルで、60センチほどの大きさの頭部は、ヤギ、馬、もしくは、ヘビに似ているとされ、ウナギのように細長い胴体で、背中にはコブがあり、上下に体をくねらせながら、泳ぐと言われている。皮膚の色は緑色で、ところどころに、チョコレート色の斑点があり、象のようなシワがある。また、性格はおとなしく、無害であるのだという。オモポゴの記録に残っている最古の目撃情報は、1872年で、オカナガン湖を航行中の蒸気船のデッキから、スーザン・アリソンという女性が、湖を泳ぐ海生物を目撃した。しかし、それより以前から、湖周辺に住む、先住民、ファーストネーションたちの古くからの伝承では、この湖には、悪魔が住むとされ、ナイタカ、もしくは、ナハイトクという名の巨大な怪物の存在が語り継がれ、殺人を犯した者が、天罰として、大精霊の魔術によって、大蛇の姿に変えられたのだと伝えられている。1926年7月19日、午前1時には、ジョンエル・ロギー夫妻と、その孫2人が、湖畔を車でドライブしていると、静かな湖面が、急に盛り上がり、7メートルくらいの木の幹のようなものが姿を見せた。どうやら、その物体は生物のようで、50センチほどの頭がついており、羊のような顔から尖った鼻が突き出ていた。その生物は、湖面をかなりの速さで波をかき分けながら進んでいたため、ロギー氏は車を飛ばしながら、しばらく、その後を追っていたところ、やがて、水中へと姿を消してしまったのだという。さらに、同年8月には、湖で集団洗礼式を行っていた、50から60人の人々の前に、オモポゴらしき生物が、奇怪な姿をくねらせながら現れた。また、オモポゴと接触したかもしれないという記録もある。1974年7月、午前8時過ぎに、観光で訪れていた、主婦のクラーク夫人が、オカナガン湖を泳いでいる最中、湖面が、突然異様に波立ち、それに驚いた夫人は、急いで、岸から200メートルの距離にある飛び込み用のイカダの方に向かって泳いで行ったのだが、その途中、彼女の足に、鱗のような質感の異様なものが触れた。慌ててイカダを這い上がり、湖面の方へと目をやると、そこには、上下に体をくねらせながら、悠々と泳ぐ巨大な海生物がいたのだという。その生物は、体長およそ9メートル。コイル状の背中には、縞模様があった。胴の幅は、およそ 1.2 メートルの半月型の尾びれを持ち、それは、およそ 1.5 メートルの幅があった。また、頭部には首がなく、魚や蛇のように、直接胴体についていた。やがて、その海生物は、湖北の方角へと姿を消した。1976年には、エドワード・フレッチャー氏が、モーターボートで、オカナガン湖を走行中、前方に、巨大な生物が出現した。その巨大生物と、ボートとの衝突を回避するために、急旋回し、その時、その生物の写真撮影に成功している。近年では、1991年に、リドリー・ダブル・サム夫妻が、オカナガン湖をモーターボートで走行していたところ、転覆し、行方不明となった。その際に、捜索に駆けつけた救助隊が、転覆現場付近で、謎の生物に遭遇。
ヘリコプター用のモノクロカメラで、その時撮影したのが、この写真である。残念ながら、ボートに乗っていた夫妻は発見できず、後に、救助隊員は、写真に写った、この怪物に襲われたのではないかと推測している。その他、おごとごと思われる目撃情報が、これまでに200件以上も報告されている。その正体については、太古の首長竜という説から、オカナガン湖に生息するチョウザメが巨大化したという説。また、およそ4000万年前の温暖な海に生息していた、古代のクジラの先祖、バシロサウルスの生き残りなのではないかという説まで、様々な推測が挙げられる。さらに、バシロサウルスは、原生クジラ類とは異なり、蛇のように長い体で、おごぽごと、身体的特徴も合致する点が多いため、その正体として有力視されているのだという。いかがだったでしょうか。おごぽごを足で蹴っちゃった奥さん、トラウマ級に怖かったでしょうね。しかし、なかなか、未確認生物を至近距離で目撃することも、さることながら、触ってしまったというのは、非常に珍しいケースだと思います。さらに、おごぽごの顔面の写真、怖すぎますね。この写真が本物だとしたら、全く、既存の生物に該当するものを、ドロップは思いつきませんね。ワニのような、トカゲのような、爬虫類的な顔つきのようではありますが、どこか水生哺乳類のような感じでもあります。しかし、正体として有力視されている古代クジラのようには、あまり見えませんね。全体的なフォルムが映っていないので、よくわからないのですが、あえて言うなら、顔つきだけ見れば、およそ約7000万年から6600万年前にあたる白亜紀後期に、現在の北アメリカに生息していた、大型水生爬虫類の一種、モササウルスに似ているような気がしますが、皆様はいかが思われますか？今回の話は以上となります。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。またお会いしましょう。